IQR シリーズのコンセプトはお客様の装置システムの付加価値向上と TCO の削減です。生産設備の生産能力を向上させる、それに加えて設備の設計にかかるコストを最小化する、こうすることでお客様の装置システムの価値を最大化したい、そういうコンセプトで開発しております。苦労したのは最初の製品企画になります。旧シリーズをフルモデルチェンジするっていうところは最初決まっていたんですけども、どういった製品にするのかっていうところがまだ決まっていませんでした。で、私が入った時にそれを検討していくというフェーズだったんです。例えばお客様はこの要望をどういった背景で要望してくれてるんだろうですとか、あとはお客さんが真にやりたいことは一体何なんだろうっていうところを全員で議論してコンセプトを練り上げていきました。やはりそこが一番苦労した点でもあるんですけども、製品開発の中で楽しかった点でもあります。自動機、省力化機器の設計制作をしている会社となります。 EV であったり、そういった自動車向けの電池の生産ラインというのを今多くやらさせていただいております。自動車系のお客さんはやはり多いです。やはり日本という国の産業を考えると、やっぱりまずは自動車というところがやっぱり日本の中心ということもありますので、そういった会社さんとのお付き合いは多いですね。ニーズとしますと、やはり製品に対するデータの紐付けということをお客さんで多くやられています。で、それに伴ってもろもろのソフト設計であったりハード構成というのを弊社の方でやらせていただいています。私どもではそういった生産現場のデータを上位の IT システムと連携できるようなメスインターフェースユニットですとか OPC UA サーバーユニットといった製品をラインナップしております。ダイレクトにデータベースへアクセスできるというところで、特にその通信異常ですとかサーバー異常などでその送信できなかったデータを一時的に保管しておいて、異常が復帰したときに自動的に再送する機能を持っておりまして、バッファリング機能、これによってデータ抜けを防止することができるということで、非常にその信頼性の高いシステムを手軽に構築できるというところにあります。 OPC UA の通信規格に対応したサーバー機能を搭載した製品になります。シーケンサーのベースユニットに装着して簡単な設定を行うだけでプログラムレスで装置を OPC UA の規格に対応させることができるようになります。いまだに旧シリーズというのがメインとして、お客様の指定とされてますが、中にはちょっとだけですがお客さんの方で、IQR シリーズというご指定もいただくように徐々になりつつあります。やはり過去の資産というものに一番気にしているではないかと思います。 GXWORKS3 の方では GXWORKS2 のプロジェクトを容易にインポートできるようにコンバート機能を設けておりますので、そちら活用いただければと思います。また当社 FA サイトにですね、移行のガイドラインというのを用意しておりますので、そちらも合わせてご活用いただければと思います。 GXWORKS3 ではですね、 GXWORKS2 と比べましてデバッグ機能の支援といったところでデータフロー解析であったりとか構造化の支援といったところでラベルの仕様拡張であったり FB の生成機能であったりといったところを作成しておりますので、そちらもですね合わせてお試しいただければと思います。コメントがたくさん書けるのも良かったし、あと変換するときちょっと違うユニットとか違うプログラムに行ってもなんか変換しなくて続けられるということが良かったんです。そうですね、ロビングの機能はあまり使ってなかったんですが、でも一度 IQR シリーズについて説明聞く機会があって聞いたところ、やっぱりもっとこうデータを追うにはもっと便利になったかなと思いました。システムレコーダーでは、丸ごと記録
というコンセプトで作っておりまして、シーケンサーのすべてのデバイスをマイスキャン、漏れなく記録できることに加えまして、フル HD のネットワークカメラの高精度な映像、あるいはシーケンススキャンよりも高速に動作するモーション制御データ、あるいは、タッチパネルの操作履歴なども記録できますので、トラブル発生時の状況を詳細に残すことができる点にあります。データの記録は SD カードに保存できるほか、外部の NAS にも保存することができるようになっております。 NAS に保存することで、そのリモートメンテのニーズにもお応えできるような使い方ができると考えております。さらにですね、私どものシステムレコーダーではネットワークカメラを使っておりますので、こちらもイーサネットにつながるということで、リモートメンテナンスの時にライブの映像をそのカメラで表示することができるという特徴もございます。システムレコーダーでは事故保全のソリューションとして簡単に解析できる機能を揃えておりますけれども、実はこれはプログラムを作成した際のデバッグ時などにも大変役に立つということで、お客様より好評いただいております。ネットワークを選ぶ基準は、実績の部分もあるんですけど、IO 系のネットワークでしたらやっぱ CC リンクが一番安定してて、っていうのは他の設備でイーサネット IP を使ったんですけど、なんかよくわからない異常が出たりするんです。でメーカーさんにも見てもらったりして、やっては見たもののちょっとわからないっていうのがあるんで、一番安定してるのは CC リンクじゃないかなと。っていうところでまずは IOK では CC リンクをパッと選ぶようなふうに私はなってます。つながるものが増えれば1台のシーケンサーでいろんなことができますし、ハード設計も短縮できますし、そういうところからしてみてもやっぱり一つでたくさんつながるっていうのはメリットが大きいんじゃないかと思っています。 CC リンク ITSN のネットワーク統合によってですね、従来別々に付設していた IT ネットワークと FA ネットワーク、また FA ネットワークについては駆動制御、一般の IO 制御、安全制御といったものも別々に付設していたのですけれども、 CC リンク ITSN のネットワーク統合によってそれが一本化できるようになって、ケーブルの付設コストというのを大幅に削減できるようになっております。また設定ツールも一本化していますので、ネットワーク立ち上げ時の設計コストですとか管理コスト、こういったものも大幅に削減できるようになっているのが CC リンク ITSN の大きな特徴になっています。つなげば動くという感じの、何でしょう、簡単とか、あとは勝敗戦とか、そんなことを期待しています。あとなんか思いもよらないことあれば、こんなことできるんだとかあればありがたいですね。そうです、私は面倒くさがりなので簡単な方がいいです。 CC リンク ITSL の特徴の一つとしまして、ネットワークの簡単設定というのがあります。でネットワークの簡単設定にはポイントが2つありまして、1つはネットワークパラメータの集中管理になります。 CC リンク ITSN のネットワークパラメータはマスター局のみが保持して集中管理してますので、お客様は CC リンク ITSN のパラメータをマスター局だけにネットワークパラメータを書き込めばネットワーク通信を開始できるようになってますので、非常に簡単にネットワークの設定ができるようになっています。 CC リンク ITSN はですね、ネットワークの局数と通信のデータ量が決まると、ネットワークの性能が自動的に最適なものに1位に決まりますので、システム構築の際に性能チューニングというのが一切不要になっています。
実際の製造現場では、大規模なシステムを組んだときに性能チューニングが非常に煩雑であったり、システムの拡張とか、段取り替えといったところですね、そういったところで、ネットワークのシステムが変更になったとき、またチューニングをやり直さなければならないというのがありまして、非常にそのチューニングという作業に手間と時間がかかってしまうので、 CC リンク ITSL はそういったところがないというのが大きな特徴の一つになっています。私たち39年間この業界でやってきておりますけれども、まだまだやはり我々がこう触れられていないものづくりの世界、まだたくさんあると思っています。まずはですね、そういった我々の知らないエリア、業界をどう開拓していくかというのが今後のテーマかなというふうに思っています。でさらにはですね、日本国内に限らず海外のお客様とも、新しい関係性というのを作りながら事業の幅を広げていければいいかなというふうに思っています。IQ アイドシリーズは製品の企画段階から携わらせていただいた製品で、とても思い出がある製品になります。IQ アイドシリーズを発売してからすでに7年になりますが、まだまだ進化させていきたいと思ってますので、今後の進化にご期待していただきたいなと思います。